2台目の PC が、えー、どういうものなのかを先にさらっと、えー、触れておきます。えー、ものとしてはこれですね、えー。まあ、例によってあのトップトーンオフィシャルストアなんですけど、えー、とこういう見てくれのあの PC です。で、えー、これあのーえー、なんか US$407 ド,ドルから 一番上は1057で、えっ、ー、と、結構、まあ、あの、盛るといい値段はするにはします。なんですが、えっ、ー、と、例によって、えっ、ー、と、いつも通り、あの、ベアボーンというかですね。で、選んだ CPU が、えっ、ー、と、Core i7-10750H ですね。このも、あの、モバイル向け CPU なんですけど、えっ、ー、と、これで、えっ、ー、と、ベアボーンで、えっ、ー、と、ポチッとしたと。 いう感じですね、まあ、前置きはいいから早く、えー、中身を見せろという <laughs> 声が聞こえてきそうなので早速やりたいと思うんですがこう、うんこうね、はいこれですね、はい、で早速中身を開封していきたいと思います もうちょっと聞かないと分かりにくいかな。じゃこれ。なんか、えっ、ー、と、えー、もこもこつり合ってるとあれですね。あの、マニュアル、マニュアルが入って、 る感じですさっきのね、あの、安い方の、あの、4610の方は、こんなの何もついてなかったですけどね。こっちは高いからか知らないけど、ちょっとしたものがついてる感じ。そして、一体これは何なんだ <laughs> こうやってあれですかね、なんか、服の字が逆算になったやつがこう、真ん中にあしらわれて、よく中華料理屋さんにぶら下がってたりしますけど。 あ,あやつですかね。ちょっとね、あの、中国の文化とか疎いので、あの、<laughs> 縁起物なのかもしれないですけど、なぜ、なぜ、なぜ,なぜここにこれがみたいな、<laughs> ありますね。はい。それから、えっ、ー、と、電源ですね。えっ、ー、と、ああ、ミッキーですね、これ。ミッキー扱いにくいんですよね。はい。ミッキーの電源。それから、えっ、ー、と、えー、これが AC アダプター。 やっぱさっきのあの、えっ、ー、と、ライトオンか、ライトオンもドきかわかんないですけど、あれよりはちょっと大きい感じでミッキーになってます。少し大きい。えー、初言は 19V ですね。19V4.74A です。やっぱりちょっと電気食うからか、あの、やや大きめですね。まあ言ってもね、なんかそこまででかくない。 まあ、あの、この中華 PC 買い始めてから、もう、彼これ、バラバラに買って、どうだろう、2年ぐらい経ってるので、まあ、その間にも、あの、AC アダプターも進化してるんじゃないかなって気がします。で、HDMI ケーブルですね。なんか、紙面ケーブル好きですね。お、お、ちゃんとこれ、ネジついてるじゃん。 さっきのですね、ネジなかったで、多分この袋を入れ忘れたかなと思うんですけど、ネジが。はい、あと、えっ、ー、と、これは、あの、ベサマウントできるブラケットですね。これもね、えっ、ー、と、ついてるやつとかついてないやつとかあって、欲しい場合はあの、ついてないと言っとかないとついてこないですね。さっきの,の 4610Y の方はあの、ついてなかったですね。 言うの忘れてました。まあ、ただ僕、ベサマンと全くやらないので、結構余ってんですよ、似たような <laughs> だからまあ別にいいかっていう気もしてます。では、え、あとなんだこれ。あ、ゴマ足ですね。まあ別にどう、どうでもいいかな。はい。で、えっと、こっちが本体でちょっと箱、邪魔なので動かします。 こ,こ,んなこんな感じですね。あの、写真の通りです。なんか、よくわかんないデザインの、あの、穴が、こう、一面に一様に開いてるわけじゃなくて、なんかこう <laughs>、ちょっと洒落てみたかった <laughs> けど、盛大に失敗してる感じがしますけど <laughs>、なんかそういう穴が開いてきます。で、あーなんか Wi-Fi のこうアンテナがついてますね。まあ、あの、 Wi-Fi、どのみち使わないですけど、使わないし、えっと、ここでそのまま有効化すると、まあ、なんか怖い人たちが来そうな気がするので、今回は有効化しないつもりですが、まあ、これなんかちょっと小さいですね、このアンテナね、小ぶりの。まあ、珍しいかなっていう感じはします。こういうのが2つついてますね、こういう感じです。もう外しておきます。はい。で、えっと、 パネルを見るとですね、奇妙なんですよね。欄二つついてますよ。そう。<laughs> あの、なんかね、スペック表を盛りたいのか知らないけど、なんかこういう、なんか微妙なことするんですよ。で、あの、例えば、えっと、こう、ルーター用途に使いたいみたいな、あの、こととか、まあ、 それは確かにあるので、ルーター用途で使うんだったら、その、ランのポートはたくさんあった方が、あの、いろいろ、あの、応用が効いていいとは思うんですけど、ただね、これ、ルーターに、この CPU 盛らないし、普通。<laughs> なので、えっと、この2つのポートをね、一体何、何どう、どう使うのみたいな、ちょっと、そういう疑問はあるんですよね。で、なんですが、スペック表にはね、堂々とね、 あの、その欄が2個ありますと。あるいは、なんかあの長ったらしいページ見てると、ランポートが2個もあるぞ、すごいぞ、みたいな感じでガーンと宣伝してたりするんですよ。だからね、なんか、あの、付けるスペースがあったので、その、スペックシートを盛りたいがために付けましたみたいね。<laughs> そんな風な意図はちょっと感じるんですよね。はい。 で、えっ、ー、と、後ろ側は、その他に、えっ、ー、と、ディスプレイリンクポートと HDMI ですね。それから、USB の2.0が2本と3.0が2本ありますね。で、あと AC アダプター。それから、えっ、ー、と、表側は、えっ、ー、と、USB3.0 が2個と、 これがね、3.1は Gen1 か Gen2 かちょっとわかんないですけど、まあ、タイプ C がついてますね。で、電源と、これは多分、あの、電源の LED が例によって見えるところ。で、あと、えっ、ー、と、イヤホン、兼、あの、マイクかもしれないですけど、まあ、あの、普通の装備ジャックがついてますと。で、えっ、ー、と、これね、こう、ケースの加工精度は大変良くて、こう、あの、ベベルが、 切ってやったりするんですけど結構かっこいいですよあの、えー、中華門にしてはなんかすごい質が高い感じがしますあの工作精度がいい感じがしますねあのいい加減なところはあんまりあのないって感じですなんでその割とそのお金を出して買う中華 pc はなんかそれなりにこう こう、なんというか、育ちのいい感じのものがやってくるというか、こう、粗雑なものはあまり来ないっていう感じはしますね。じゃあ、えっ、ー、と、中を見ていきましょうか。中への、あ、これじゃないです中へのアクセスは、えっ、ー、と、ネジ4本で開けることでいけますと。で、えぇ、ー、ましたと。まあ こんな感じで、すねでえっ、ー、と、これが、えー、中身です。で、えっ、ー、と、見るとですね、えっ、ー、と、ベアボーンで要求したので、えっ、ー、と、このネットワークの、あの Wi-Fi のコネクターはあの配線はされているけど、まあ、接続されてない。ここになんかテープで止めてありますね、仮止めしてあります。 で、それから、えっと、メモリがここに、えっと、2枚あ、あ、ここに1枚ですね。たぶん裏側にもあるで、後で見ますけど、裏側にもう1個あって、合計2枚のはずです。それから、ここにね、あの、NVMe の SSD が、あの、これはもちろん、あの、PCI Express 3.0対応で載るので、あの、1台目のやつみたいに、その、MSADA を載せるみたいなことはなくてですね、実際、あの、 ここにあの刺すやつは速いやつがあの最近の流行りのやつが乗るはずです。で、チップセットはなんかヒートシンクがついてますね。なんかこれあのページ見るとあのヒートシンクがついているから耐久性はすごい高いぜみたいなことがすごいあのデカデカと書いてあって何を言ってんだお前はみたいな <laughs> じゃあ当たり前やろみたいな <laughs> ちょっと思うんですけどまあそういうのついてますと。で ここはあれですね。Wi-Fi のモジュール。これも M2 ですね。M2 のモジュールが乗るはずです。ちょっとね、CNVI 対応してたかどうかまでは記憶がない。確かダメだったような気がするんですけど、うん、まあ、ちょっとそこまではわかんないです。で、あと、えっ、ー、と、電池ですね。ボタン電池が、えっ、ー、と、ここに、はい、ついてるような感じですね。 まあこれ、ね、なくなると代替品の入手は可能なのか、ちょっと定かではないですけど、でもまあ、なんか似たようなものを見た、何度か見てるので、コネクターが愛さえすれば、変えることは、あの交換することは不可能ではないかなって気がします。で、えっ、ー、と、1台目の紹介をしてたときに、ちょっと言い忘れたんですけど、あのー、 えー、私のおすすめとしてはファンレスです。も <laughs> ろファンついてますけど。えー、とファンレス、つまりあの1台目に紹介したようなあのファンレス PC ですね。ファンレス PC をおすすめします。なぜかというと、えー、とファンの代替品が手に入るのかみたいなあの切実な問題があってですねあの。これはね、まだいいかなと思うんですよ。っていうのはあの、ちょっと汎用品っぽい、あのちゃんと しっかりと,あのと止めるところがありこういうに似たようなあのあの形のマザーボードというのは結構大量に出回っているのであのおそらく交換用のファンもそんなに苦労せず手に入るとは思うんですよでところがあのものによってはあの専用設計ほ,ほぼ専用設計されたそのヒートシンクに専用設計 消えされた。そのファンがそこにはまるみたいな構造のものだったりするとですね。もうね。そのファン壊れるとおじゃんですよ。もうあの pc としても使えないみたいになっちゃうので、それあまりにね。悲しい <laughs>。そのあの専用設計だと結局同じものが手に入らないと。もう事実上アウトじゃないですか。だからまあ僕が思うのはまあなんか。できればファンレスで。 でとまあこうやってファンが付いてるものは、まあできるだけこう汎用品っぽいものをあの選んでやるっていうのは、なんかこう選ぶ上での一つのポイントかなと、あのみ皆さんにお勧めしたいポイントかなというふうに思っています。はい。まあ、こいつはファン付きです。<laughs> まあ、しょうがないですよね。ここれあの結構あの CPU としては、あのー 高速な方なので、やっぱり熱もね、どうしても出てしまうので、ファンレスといっても、ちょっと限度がありますよね。まあ、ところがね、この今回選んだ107、10H はね、ファンレスの PC もあるんですよ。<laughs> あるんですけど、まあ、長らくあの手に入らなかったってことと、それから、うん えっと、今売ってるんですけど、あのー、やっぱりね、それ、あの、熱を放熱するのに、あの、ケースをものすごく大きくしなきゃいけないっていうことで、あのー、1台目の PC 以上にでかい,い、2台分以上でかいかな。なので、まあ、それはそれでね、またデメリットはあると思うんですよ。それに、あの、 あの、先ほど測った通り、まあ、最大で50度ぐらい上がるんで、多分それは、なんか、ひょっとしたら、筐体でかくて、それ以上の温度になるかもしれない。ということもあるので、まあ、ちょっと、こう、選択としては一長一旦あるかなと思います。今、えっと、裏側を開けてみました。で、ここに、えっと、2.5インチの SSD を、まあ、もう一台乗せれますと。で、えっと、なんか面白いのがね、ここにコネクターが、 ついていて、外し、外せて、外しますけど、まあ、こんな感じですね。と。まあ、これも一品もんですよね。なくすと大変なんですけど、シリアル ATA の今のあの2.5インチの SSD 用のそのシリアル ATA のコネクターが、このマザポにあの刺さるみたいな感じになってます。これね、ピン感覚がすごい細いので、うんと。 見えるかここにそのピンが立ってるんですけど閉めるときってこの2.5インチの SSD でこっちにネジ止めしてでこのおそらくこのコネクタをこんな風につけてで締めるんですよなので閉めるときにねここがちゃんと噛み合うように気をつけて蓋を閉めないといけないなという気はしますえっとこれ あの同じ筐体で別の PC もう一台実は持っていて、なので、あの、実はこの構造あのちゃんと知ってるんですけど、そっちの PC はね、もう、あの、えっ、ー、と、NVNE の SSD だけで、この2.5インチの SSD は、あの、付けたことないんで、実際のところどうなのかとか、ちょっとわかんないですけど、まあ、ちょ多分、付けるときには注意が必要かなと思っています。で、えっ、ー、と、2枚目のメモリがここに刺さる。 感じですねこれは後でつけますけど。で、えっ、ー、と、やっぱりちょっとなんかでかい CPU だけあって、こう、リテンションユニットはちゃんとしっかりしたものがついてる感じですね。で、あと、ここは、えぇ、ー、RAN と、えっ、ー、と、USB2.0 の、えっ、ー、と、こう、なんていうかな、こう、基板というか、そういうものがここについてるという感じですね。あとね、えっ、ー、と、 えー、MB キーの、えー、NVME のモジュールがここにも付けようと思えば付けれる,るみたいです。これね、M キーグオンリーのやつが付いたかどうかはちょっと分かんないですね。やったことないので。でも、もし付くんなら、その高速な SSD が2枚も乗るってことになるので、あの結構まあ単体で見てもあの強力かなというふうに思います。 で、あとは、まあちょっと、こっちの面の方が基板がよく見えるので、えっ、ー、と、こんな感じで、あの、大きく映してみますけど、どうですかねちょっとわ、あの、動画でわかるかどうかわかんないですけど、あの、非常に工作精度高いですね。あの、なんていうんです、その、中華製のその基板とか で、質が悪いってイメージはあったんですけど、この基盤を見てる限りそういう感じは微塵もないですね。で、む,むしろ、そのあのこのこれの値段でえっ、ー、とこんなすごいものを作ってくるのかっていう。中華4000年の歴史みたいな。全然関係ないですけどね。<laughs> まあちょっとね。すごいです。あのびっくりします。すごい質の高さを感じます。 まあ、あのー、自走密度は緩かったですけど、あのー、1台目の PC の方はあのー、緩かったですけど、向こうもね、その、なんか、からさまになんかこう、あのー、表面自走部品が歪んでたりとか、そういうことはなかったので、あのー、まあまあ、なんか質は、まあ、こういう普通に、あの、いい感じに、その、要するに悪いって感じはしなかったんですけど、こっちはね、ちょっと見るとね、びっくりしますね。本当に。え、こん,こんなすごいのみたいな感じで。 綺麗にできてます、はい、あの素直にあの素晴らしいなと思いますね。はい、というわけで、えーと、じゃあこいつに、まあ、例によって部品を追加してで、えーと、動かしてみるというところに行きたいと思います。まず、まあ、簡単なところから、まあ、メモリをいきますかね。えー、とこれは Amazon でもうあの説明した通り Amazon でしかあの買わないので。 えっと、メモリは Amazon で、えー、っと、IU とセレクトメモリ。ちょっと分かんないですけど、えっと、サムソンの、えっと、SODM ですね。DR43200 で、16GB2 枚組のものです。もう一台組んだ方はね、あの、32GB2 枚持って 64GB。超小型 PC に 64GB 持って、まあ、これがあの今の標準ですよ。 どうですかみたいな感じで圧をかけていくスタイルみたいなで買ったんですけど、まあこれはちょっと僕が使うわけではないので、まあ,あの普通に使えれば十分かなということで、えっとまあ16人前で32ギガという感じですね。で、これを、えっと先ほど見たように、このマザーボードは表と裏に1枚ずつ乗せる感じなので、えっと、それをつけていきます。 まあ、つけていきますって言ったって、別に何もなく、こう、差し込んで、<laughs> さらんか。浅、ま、いかな。あ、切ってやった怖い。はい、これではまりましたね。はい、いい感じです。それから、えっ、ー、と、表側も。えっ、ー、と、こんな感じですね。ここですね。ここに。 差し込んでいるとまあなんかあの一台目も簡単でしたねって話をしましたけどあのーえー、と自作 p c を1から作る場合1からってハンダ付けするって意味じゃないですよ。あの <laughs> マザーボードとかいろいろ買ってあの組むけどなんか結構大変そうだなと思ってる人もいるかもしれないですから、まあ、そういう人たちはね、まあ、このぐらいのなんかベアボーンから始めてみると 抵抗感なくなって、次こそはあの普通に作ろうかみたいな感じになるかもしれないですね。まあ見ての通りあり、簡単ですよ。あの、あの、よほど <laughs>、もうこれで失敗するってよくわからないけど、なまあなんか、よほど不器用でない限りは、まあまあ間違いなく普通にあの作れます。で、えっ、ー、と、裏側はもう、今回はもうこれ以上乗せるものはないので、えー、と早々に蓋をしておきましょうかね。 えっと、こういう感じかな。なんか、あれですかね、注文するときに、あのー、なんか Windows 10の、あの、ちゃんとした、本当かな ?G2 って書いてあったけど、本当かなっていう気がするけど、えーっと、ちゃんとしたライセンスのステッカーも販売してますよ、いくらでみたいな感じで書いてあるのあるんで、そういうのをオーダーすると、ここにそれを貼るってことになるのかなよくわかんないですけど、なんか、 あのこうシールが貼れるような溝がここに切ってありますこれもね多分フライス板で切り出すんですよねだからね綺麗に作ってあるよなって思うんですよまあなんかこう いろいろ綺麗で素晴らしいとは思うんですけど、あとで一点ちょっとディスらしてもらうところはあるにあるんですが、まあちょっとそれは後にしましょう。はい。これで、えっ、ー、と、裏側が、えー、閉まりました。で、えっ、ー、と、今度はここですね。NVMe の SSD をつけていきますと。で、えっ、ー、と、今回用意したのが、えっ、ー、と、これですね。えっ、ー、と、 タムさんの9 7 0とえ o、ー、とヒートシンクですね。で、えー、と9 7 0エボはあの9 7 0エボ2が今、現行製品として最新のものが出てます。970は若干安いんですよ。まあ、あの要するに、あの1世代前ってことになってるんで、若干安いので、まあ、これでいいかみたいな。あの 本当にあの、最上位のあの CPU、あの、こういうモバイル CPU じゃなくて、最上位の CPU を使うって、なんかこう、できるだけ高速にいって思うんだったら、なんか、あの、一番いいやつを買っといた方がいいかもしれないですけど、まあ今回はそこ、早いと言ってもそこまででもないので、まあこれで十分かなと。いくらあったかななんか Amazon でね、u 7 0 e v o プラスと比較して、3000円ぐらい安かったんだったかな。 あのーえー、とこれ500ギガですけど、うん、確か現今現在3000円ぐらい安い。まあでもね、あの旧世代のものなので、そのうちも品切れになるんじゃないかなとは思っています。ち確か、えー、と来月だったかな、来月いよいよ、だいぶなんか間が空きましたけど、980プロがいよいよ発売されます。 こっちはね、あの PCI Express の Gen4 に対応してると、もう、狂ってるほど早い。これより、これの2倍ぐらい早いみたいな。あの、どうなってんだそれはみたいな感じなんですけど、とにかくめちゃくちゃ早いのが今度出るんですが、今言ったように Gen4 に対応してないと、あのバスが Gen4 に対応してないと意味がないので、 まあ今回はまあそういう意味でもまあ買ってしょう、買ってもしょうがないかってことで、あのそれも待たずに、えっ、ー、とこれにしました。はい。で、えっ、ー、とわかりにくいんですけど、この、うん、大石かな。このね、ここに NVMeOnly って書いてあって、ちょっと上にの線があるからわかりにくいんですけど、ここにあのー、ソケットがあるので、ここへ差し込みます。 で、何ですかそう,そうそう、忘れてた。ヒートシンクをつけなきゃ。あの、このシリーズ、あの熱をすごい持つので、あのヒートシンクつけた方がいいですね。あの、温度がすごい上がると、そうするとサーマルスロッキングって言って、その、<laughs> まあ、わざと低速で動作して、その、それ以上熱で、熱が上がらないように、あの、自分の熱で、あの、壊れるっていうのを防止するために、あの、サーマルスロッキングっていう機能があって、 まあ、それで、あの、低速になる、なってしまうので、ヒートシンクあった方がいいです。ヒートシンクはまた、あの、ピンからリまで、いろいろあるんですけど、今回チョイスしたのは、これですね。もっとね、エントリー向けの、あの、このチップセットに、これかな、このチップセットと同じような形状のものもあるんですけど、 まあ、で説明しますけど、これね、熱的に厳しいんですよ。ここのい、ここの NVMe SSD が付く位置が。なので、もうちょっとなんか大きめのヒートシンクを持っておいた方がいいということで、まあ、こういうのを買ってみました。アーチゴンって書いてあるかな。はい。で、えっ、ー、と、これはなんかこんな風に分かれて、で、ここの間に挟んで、えっ、ー、と、ヒートシンクを取り付けるみたいな感じ。まあ、当然これだとスカスカなので、 えっと、この間に、その、熱伝導シートをつけます。これはまあ、付属品の中にそれが入っている感じですね。ちょっと開けますね。なんか、これでちょっと切りますかね。親切になんか、ち <laughs> っちゃい、 ドライバーと、それからネジ止め用の、なんかこんなような、えー、見えるこういうものが4本入っていて、えっ、ー、と、なんかパッドと、それから熱伝導シートが2枚入っています。はい。これですね。こんな感じでと2枚、あ、5つ入ってますね。で、これ取り、あの、取り付ける説明書を見ると、 その SSD の部品面がえっと片側の場合、この970レボは片側なんですね。反対が、裏側には何もあの部品は乗っていないんですけど、その場合は、裏側に、この、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、ゴム、ゴム足みたいなのをあのパッド裏側につけて、で、挟み込めと書いてあったんですけど、実はまあもう同じのを一回使ってるか知ってるんですけど、 別にあの、裏側に部品がないからといって、あの、このゴマ足じゃなくても、両方とも、あの、熱伝導シートで挟んでも、あの、なんかやってみても別になんら問題なかったので、まあ、あの、できるだけ熱が伝わった方がいいかなっていう単純な思いで、えっと、両側に熱伝導シートをつけるようにします。これをめくって、これがね、ふにゃふにゃ、 で、なんかひんやりしてて気持ちいいんです。<laughs> なんかあの、あれみたいですね。あの、シップ、シップシートみたいな感じですね。で、これはね、ちょっと難、難しいというか、ちょっと神経使うんですけど、この端子が、あの、隠れたらダメですし、それから、こここっち側は、あの、ネジを止めなきゃいけないので、えっと、両側がちゃんと、あの、程よくはみ出る感じで、 取り付ける必要がありますと。まあ、こんな感じですかね。はい。こういう、こういう感じ。で、あの、これ、両側にそのシートがあるんで、後で、あの、いよいよつけるって時にもう一回、あの、この赤いやつを剥がして、ピンクの面が出るようにします。はい。で、えっ、ー、と、今度、表側。これもね、えっ、ー、と、 まあノウハウハの一つとというかえっと熱伝導シートはこういうあのなんかこう柔らかいあのゴムがすごく柔らかくなったようなやつはこう剥がすのも楽であのノリが残ったりしないんですけど本当にねただの両面シート両面テープみたいなのがあったりするんですけどそれねできるだけやめといた方がいいですね使うの。なぜかというとえっとここにこうやって貼るじゃないですか。あの 表面にで、例えば、もうちょっと容量があの不足してきたから、まあ、ニテラのやつを買ったと。で、今使ってるやつはもうなんか中古で、あの、売ろうかなとか思った時に困るんですよ。それもう全然剥がれなくてですね。で、僕も一回やってるんですけど、そのもうなんとかして必死こいて、ここからその両面テープを剥がすと、そうするともうここに書いてあるそのシリアルナンバーとかがビリビリって剥がれて、もうこれ売れないじゃんって。 ま,あまるでなんか、まがいものを売りつけたみたいな感じになっちゃうので、もう売れないじゃん、これ、みたいになってしまって、悲しい思いをするので、なので、こういうふうに、あの、えっと、つけるのも剥がすのも、あの、自由自在な、あの、やつ、えっと、こういう、まあ、熱伝導シートは大抵そうなんですけど、を、えっと、ちゃんと、あの、準備して、あの、使ったほうがいいと思います。 まあこれは、のこのヒートシンクについてきたんでね、そういう意味ではあの別にわざわざ準備する必要ないですけど、ヒートシンクによってはその両面テープしかついてないみたいなものも、まあ、まれによくあるので、たまによくあるので <laughs>、なので、そういうのがあ,のある場合は、急いでつけたりせずに、やっぱりちゃんとあの熱伝導シートを準備して、そっちを使うようにした方がいいと思う じゃあ,まあ取り付けるので、まずは、えっと、表面の保護テープを剥がしますね。ふにゃふにゃなので、剥がしにくいですけど、こんな感じ。で、えっと、これの、ここの中にこれを入れるわけです。こういう感じで。だいたい 大体、こう、両側同じ,同じぐらいはみ出るような感じで、こういうふうにつけてやりますと。はい。で、えっと、このヒートシンクの上のブロックをつける前に、一応なんか、こう、方向を確認します。こういうふうに入れるんですけど、ここ,こ,こに CPU ファンがあって、このファンが回転すると、 ここの内側のフィンから風がこっちへこう出てくるんですね。それを当てたいので、えっ、ー、と、もうこの向きとしてはまあこういう感じですね。こうではなくこう。こうだと、あの、ここに物にぶつかってすんで終わりになるので、なので、こう、こっち側にこうやる感じでつけますと。なので、最終的にはこういう感じで OK というかことですね。 で、ヘッドネジを締めるこのネジがね、なんか、あの、ネジの木部分の精度があんまり良くなくて、この製品、あの、ヒートシンクの精度があんまり良くなくて、ネジがね、なかなか締まってくれないんですよね。もうちょっとうまいことやってほしいなって、あの、ちゃんとネジを切っといてほしいなっていうのがちょっと感想ですね。 思った通り入らないですね。まあ、しょうがないので、一回、まあ今はめちゃいましたけど、えっと、ヒートシンク剥がして、で、先に、このネジがはまるようにしてから、と思ったんですが、全然入らないですね。ひどいな <laughs>。こっちッ OK ですね。 それから、ここは、なんか渋いあ。渋いけど入りますね。それから、ここ。あここも入りますね。いや、やっぱりここだけかなお。なんか前やったやつもね、なんか一個だけね、どうやっても入らないみたいなのがあったんですよ。これがそうですね。前どうやって解決したか忘れてましたけど。 <laughs> なんか木ネジっぽいネジを使って無理やりネジ穴を広げて解決したような記憶があります思い出したなのでよしこんな感じでどうかな硬いですけど通りましたね これはね、2個違うタイミングで買って、両方とも同じってことは、なんか、あれですね、製造段階でのトラブルが疑われます。締めにくいんですよね、これ。まあ、なんか、もうちょっといい方法があったんじゃないかって気は微妙にするんですけど。 最近ぼちぼちとなんか SSD 用のそのヒートシンクソリューションというかですね、いくつか出てきたみたいで、ごっついやつになると、あの、ヒートパイプで熱逃がすみたいなのまで出てきたりしてるみたいですね。ちょうどなんか昨日だったか、なんか PC ウォッチでそんな製品が出たみたいなの見ました。よし。はい。 ちょっと手間かかりましたけど、つきましたね。で、えっ、ー、と、これをそこにはめます。で、えっ、ー、と、これ Wi-Fi の,の M2 のモジュールはここに入るんですけど、2階建てになっていて、下の階がそれなので、えっ、ー、と、今回はこのまま、この Wi-Fi のやつは、ネジはちょっとし、まあ、締めして、緩まないようにしておいて、こちらの、ん見にくいかな。 えー、見えますか、ね、ここにここに NVNESSD 用の、えー、とポールが立っているのでこのネジを緩めてここにはめる感じですね。でつけていきます。 この辺りもね、ネジ穴の位置とか、ね、歪みとか、あの、みじんも感じられないですね。あの、まあ、それが普通だと言われればその通りなんですけど、ちゃんと、あの、できています。よくできています。よし、これで、あの、できましたよ。OK ですね。まあ、あの、ヒートシンクをつけなきゃいけなかった時点で、あの、1台目の PC よりはちょっと手間かかりましたけど、まあ、言ってもこの程度です。 なので、あの普通の人の,あのこう工作としては、あの十分、あの <laughs> 普通に作れますみたいな話ですね。えー、で、ネ、ね、ジ締めますえっと、なんかこの、このパネルの穴のデザインが微妙に中心からこう、なんかずれている感じなので、おそらくこのファンの位置を。 意図してそうなってるんだろうなと思うのでそれに一応合わしておきます。でえっ、ー、と先ほどちょっと話しかけたんですけどあのこれケースの工作精度非常に高いんですがあの熱設計全然ダメですね。あ <laughs> こう申し訳な,ない程度に穴開いてますけど、ここから行くの、あのー、空気が吸えて、そしてその吸った空気をどっから排出するかというとですね、ほとんどこのすぐ、この横に少し溝が切ったんですよ。4ミリぐらいの。四隅には一応あるんですけど、そこだけですよ。だから、あのエアーをこっから仮に吸ったとしても、その逃げ場がないんですね、ほとんど。 で、で、しかも穴が、あの、こういう風に少ないから、そこからな熱ほとんど出ていかない。出ていかない熱はどうなるかというと、こう対流して、またここのファンに座れるわけですよ。だから、中で、ケースの中で、おそらく、こう、空気が循環する。ので、あの、全然、あの、<laughs> ダメですね。熱設計としてはね。エアフローが全くなってない。ので、あの、こう、ずっと、ま、あの、 なんていうんですか、高負荷の仕事をさせ続けると熱くな、かなり熱くなります。まあ、無限も、まあ、あの、持てないほどではないんですけど、というかね、あの、検証してないですけど、おそらくね、CPU があのサーマルスロッティングかかってしまうような気はします。あの、高負荷をずっと持続させてると。なのでね、すごい、こう、洗練されたいいデザインだと思うんですけど、 もう本当ね、そういうところが残念なところがやっぱり中華らしいなっていう気がしますね。で、あの、これもそうですし、それから似たようななんか四角のこういう、なんていうんですか、弁当箱スタイルというか、あのこういう PC は他にもいろいろなもの,あのこ、これとそっくりなもの以外にもあるんですけど、 おそらくですね、あの、インテルのあの NUC ですね、あの、NUC ユニットのリファレンスデザインというのがあって、みんな多分ね、それを元に、その、こう、ちょっとデザイン的なものを追加したりして、あの、設計してるんじゃないかなと思うんですね。まあ、そうすればね、あの、元ネタがあるので、あの、設計コストが安くなるじゃないですか。あの、一から全部設計するよりも。だから、なんか、こう、 まあ、あ違うは違うけど、なんか似たようなものがいっぱいあるよなっていう、あの、アリエクスプレスの、あの、ミニ PC で検索すると出てくるその写真の一覧を見てると、なんか、なんか違うは違うけど、なんか似たようなのが多いなっていうのは、なんかそういうところから来てるのかなと。まあ、あとは、あの、設計コピーの反乱ですね。っていうところから来てるのかなっていう気がします。まあ、あとにかく、なんか、あの、2台も買っておいて、 言うのはなんですけどあの、PC のシステムレベルの設計としてはだめです。<laughs> 中のマザーボードの設計は、あ設計と製造はかなりいけてる、まああの、頑張ってると思います。まあ、いろんなものをね、OEM とか ODM 生産してるから、まあ、そういう知識,は知識というか、そういうノウハウは当然、たまってくるので。 それはまあ、あの、製造できるようになりますよ。まあ、サーボールあの、すごいなとは思いましたけど。はい。というわけで、えっ、ー、と、一応、物としてはこれで、えー、完成という感じですね。じゃあ、えっ、ー、と、これを、えー、けていきますかね。あの、動くかどうか、実際にちょっと見てみましょうかね。み コネクターね日本ではあんまり歓迎されないんですよね、これね。AC アダプターをつけようとしてますけどここ、こういう感じ。まあ僕はなんかちゃんと設置されるんであれば、あのそういう意味では歓迎の方なんですけど、日本よりはなんかちゃんとアース設置してくれた方が嬉しいみたいな方なんですけど。 はいでここですけど、まあ、あの、つなぐ前に、あれですね。HDMI の方をつないでおきますか。えっとですね。どっちへ出るかが問題なんだよな。1台目の方の PC の,さあの最初の立ち上げのところは、あの、えー、っと、ちっちゃいディスプレイを無理やりカメラで映してやってましたけど、今はね、あの、 HDMI を接続できるようにちょっといろいろ準備したんですね。おかげでもう部屋がくちゃくちゃですけど。なので、せっかくだからそれで直接キャプチャーできるようにしたいなと思ってはいるんですが、本当もう早くスイッチャー来てほしい。スイッチャーっていうのは、あの、あれですね、HDMI のあの切り替え機のお化けみたいなやつ 単なる切り替え機ではだめなのかと思うかもしれないですけど、まああの、映像がバッファリングされるかどうかが大きな違いです。でバッファリングされるとあの、バッファリングされることが前提になると、あの解像度変換とか、あのそれから FPS 変換とかもできるようになるわけですよ。 でそうすると、入力フォーマットが、まあ、大体どんなものでもあのこう途切れなく切り替えできるし、まあ、そこまでできると当然ソフトウェアでその動画をいじることができるようにもなるので、ピクチャーインピクチャーとかもあのできるようになると、トランシジョン制御とかもできるようになるみたいな感じで、あのそれができるかできないかっていうのは、すごい大きな要素なんですね。 でえっ、ー、とただの切り替え機だとね切り替える瞬間に一旦あのシン,シンクシンクを失われるのでそこでねなんか信号を見失ったりとか誤認識したりしてなんかちゃんと映らないとかそういうこともねあまれによくあるので結局こういう動画配信の時に単なるあ HDMI 切り替え機っていうのはまあ事実上使えない使えない使い物にならないっていう感じなんです。 えー、っと、これあの Windows 点があります。刺しときますね。あとは、あそうそうそう。キーボードを。はい、あ、もうそこに刺しときますか。それから、えー、っと、キーボードが。 おこの,あの2台目の PC を取るのに、まあ、結局、一日では取れなかったので、今、2日目に突入してるんですけど、で、しかも今、時間がもう23時過ぎているので、僕は早く寝る方なので、もう疲れてるから寝たいって感じなんですけど、せっかくだから、とりあえず映るとこまでやりたいか。 はい。で、えー、っと、いけるかなとりあえず、電源入れてみますね。LED はついています。見えるかな見えてますね。何も来ないが、果たして。あ、来たかなあ、えー、っと、ちょっと映ってないですけど、BIOS 来ましたね。えー、っと、HDMI の方に切り替わるかな ダメか。<laughs> ああバイオス画面はちょっと無理かな。解像度も違うしな。ちょっと無理っぽいですね。じゃあまあ、ここだけしょうがないから、えっと、<laughs> アナログチックな方法で。えー、機能と同じく、こんな感じですね。はい。 まあ見えてますよねち。ちょっと倒します。これで、拡大。まあこれでいいかな。見えてるかな。よし。はい。というわけで、バイオス起動しましたね。これによると、 インテルコア i7 10750H CPU あと 2.6GHz と。で、スピード 2.6GHz ですね。あとメモリは、えー、32MB。で、えっ、ー、と、メモリフリーケーシーかなが2933ですね。はい。まあ、あとは、あ,ーあと、えー、SSD が えっと、NVMe に接続されてます99。970ABO が繋がってます。5 0 0ギガいいですね。ちゃんと認識してますね。で、まあ、例によって、その他のところは、まあ、触らない方がいいでしょうと。まあ、これも、あの、ちゃんとあのボタン電池ついてたんで、あの、最悪あれを抜けば、あの、元に戻ると信じたいですけども、まあ、あんま触らん方がいいかな。 いうことで、今、USB に、えっと、Windows 10を入れているんだが、だが、何も出ないぞ。大丈夫かあと、ブートオーバーライドに何も出てないですね。認識されてないんかな。あれからちょっと、いろいろ調べてですね、ちょっともう火またいでるんですけど、あの、原因わかりまして、あのー、 フラッシュに Windows 10をあの焼いたんですけど、その時どうもなんかあのおかしかったみたいで、焼き直したらちゃんとあの行きました。で、えっ、ー、と、あの、SSD のヒートシンクは、まあ、暑いは暑いんですけど、まあ、インストール直後とか、あの CPU 使っているときは、まあ、それなりに熱くなるんですけれども、えっ、ー、と、3世のン あのサ,サムソンの,あの SSD の UTT というものがあって、それで見るとあの温度があの確認できるんですね。まあ、それで見ると、まあ、それほどあのひどいあの高温状態にはなってないので、まあいいのかなというふうに思ってます。あのまあ、外部からあの、えー、とハンドガンで測るやつは、た、まあ、多分誤差大きいとは思ってるんで、なので、 あの、まあ、そっちの、あの、UTT が出す、その温度の方を、ま、信じた方がいいんじゃないかなと思うと、まあ、あの全然問題ないレベルに収まってるかなと。なので、えっと、ちょっとそ,そのあたり、えっと、含めて、えー、見ていきたいと思います。えー、っとですね。うん。どうしようかな。えっと、今、ちょうど起動していって、えーこ、こ、まあ、こんな感じですね。あの、 回ってる、まあ分かりにくいですけど、回ってるんですけど、音はほとんど、えっ、ー、と、こう、風切り音みたいなものはほとんど聞こえなくてですね、まあこれにさらに蓋を閉めると、もう全く静音なので、あの、こう、例えばリビングに置いとくとか、まあそういうような使い方でも、まあ全く問題ない、あの、あの素晴らしく <laughs> あの静かです。まあ想像するになんですけど、 あのこの辺りの,そのモバイル向けの CPU っていうのは大抵そのノート PC にあの使われるわけで,でノート PC ってあのやっぱり最近のやつなんか特に薄く作ってあるのであの放熱対策とか結構厳しいはずなんですよねで実際なんか CPU を使うシーンになると途端になんかファンがものすごいけたたましい音をファーとかいう音を出して回ったりするわけなんですけどまあそれから比べるとねこれあの 小さいとはいえなんか結構ごついそのアルミの、えー、とヒートシンクがついていてまあそれなりに大きいファンで回しているのでまあ多分ね余裕 <laughs> 余裕だっていう話なのかもしれないですねあのー、そんななんかそのデスクトップ向け CPU のデスクトップ向けそのファンのソリューションだとまたさらにごつくなるんですけどそれでもまああの うるさくしないようにするにはどうしたらいいかみたいな、あるいは水冷に行くかみたいなことになると思うんですけど、まあ、これは、あの、そんなことしなくても、あのー、まあ、それ、それこその中華 PC として出荷時の状態でも、まあ、あの、全然、あの、静かで、あの、いい感じになってます。じゃあ、まあ、えっ、ー、と、喋りはその辺で、えー、ちょっと待ってくださいね。切り替えが、 あ、良かった。うまくいった。<laughs> 早くね、スイッチャー来てほしいんですけどね。で、えっ、ー、と、今、このマシンに、えっ、ー、と、ビジュアルスタジオ入れてあります。あ、その前にあれですね。あの、SSD の、その、えー、970A 棒の状態を、あの、こんな感じで見てもらおうかな。こんな感じですね。まあ、ドライブ正常。まあ、異常なと困るんですけど、正常で、 えっと、温度は、まあ、41度ですね、現在。えっ、ー、と、今、直前までちょっとリハーサルで、あの、ビジュアルスタジオのテストを動かしてたんで、まあ、ちょっと熱くはなってるんですけど、その後、まあ、ファンで、あの、冷えてきてるかなと思ってます。で、41度ですね。で、えっ、ー、と、ベンチマークも一回発射してみたんですけど、結果としてはこんな感じです。えっ、ー、と、まあ、3.5メガえっ、ー、と、あ、じゃあじゃあえっ、ー、と、3.5ギガか。 えっと、3.5ギガ、メガバイトパーセックですね。3500メガバイトパーセック。えー、書き込みが2490メガバイトパーセック。まあ、IOPS もこんな感じでもう、あの、10万の単位ですね。30万、えっ、ー、と、26万ですかね。まあ、全然、あの、もう、あの、超、超速い。特に、あの、この規模の PC にしては、あの、十分すぎるほど速いと思っています。 まあ、あのー、多分、この PCI Express の第3世代ですね、サードジェンで、えっ、ー、と、これ以上っていうのはなかなかちょっと難しいところに入ってくると思うんで、まあ、そうなるともう次第4世代ですよね。第4世代になるとこれの1.5倍から2倍ぐらいの速さで動くので、あのー、また、あ、異次元の速さが体感できるかなと思ってるんですけど、まあ、あのー、この PC は、まあ、これで、あのー、この、 970EVO、まあ、あるいは EVO プラスですね。まあ、このあたりでもまあ十分あの早いかなというふうに思っています。では、えー、と実際に、えー、とビルドしてみましょうかね。 ここで、えっ、ー、と、テストを5ってやると、時間測ってくれるんですけど、えっ、ー、と、ここに表示されるやつは、あの、前回のあの、一つ目の PC では、あの、積算時間だということが分かったので、ちょっと今回は、えっ、ー、と、ストップウォッチで、あの、測ってみたいと思います。で、えっ、ー、と、さっき、あの、動かしてみた感じでは、えー、積算時間でも19分という結果が出てますね。 あのー、1台目の PC の積算時間は32分ぐらいだったので、まあ、30分が20分ぐらいにはなっているという感じですね。じゃあ、えー、と、動かしてみましょうか。えと、ー、ちょっと待ってくださいね。これで、今、えー、と、右下の、あの、えー、と、映像出してる方に、あの、d r o i d で、えー、と、今、ストップウォッチを用意したので、これで用意どんで、あの、やってみたいと思います。 じゃあ始めますよー。さあこれで、まあどのぐらいでいけるかですよね。はいもう、もうなんか見るからに、あの、すごい速さでテストが進んでってるなという感じはします。まあちょっとね、あの、 こ,んこういうこじまりとしたあの PC で、こういうき、こういう速さで進むっていうのは、割と違和,違和感があるというか、な,なんだこれやみたいな <laughs> 感じの違和感があります。はいはい、どんどん進んでいきますよ。はい、で、今、平行テストを有効にしているので、まあ、見てもらった通り、なんか、あの、同時にバンバンって、バンバンバンっていう感じで進んでってるのがわかるかなと思うんですけど、こういう感じで、ね。 ま、これはあの CPU のそのコア数に応じて、同時にそのテストを、あの平行で走らせて、えっと、結果を得るみたいになってるわけですね。もうそろそろ終わりそうですね。今、1分31秒。終わりました。1分37秒ですね。早い。えー、<laughs> うん、そうか。あのー、9980XE で、 1>, 1分ちょうど切るぐらい、58秒ぐらいだったんですね。で、あっちはね、えっ、ー、と、36コアかな。うん、なんか、釈然としないですね、この結果は。<laughs> まあ、あのー、パッと思いつくのは、あのー、なんというか、テストの効率が、あのー、こう、悪いとは言わないけど、頭打ちになってるので、まだまだ、もし、もっと、あのー、こう、 平行ビルドの,その効率を上げようとあ上げることができれば、もうちょっとその 9980XE の方のスコアは伸びるんじゃないかなと思うんですけど。はい。というわけで、えっ、ー、と、まあ、なんか、あのー、見た感じですね。<laughs> まあ、全然、あの、開発でも使えると。で、パッと思うのは、そうですね、あのー、これ、えっ、ー、と、全く同じ筐体。 あのこ,のこの形のやつですね。これもう一台あの持っているんですけど、そっちとは CPU が違って、えっ、ー、と、こっちは 10710H。それから、えっ、ー、と、も,もう一個の最初に買った方はですね、えっ、ー、と、ゼオン、えっ、ー、と、E2280M かな。で、えっ、ー、と、そっちの方は、まあ、なんか、えっ、ー、と、開発で使ってる。あの、うちにあるのは開発で使うか、えっと、 ゲームをするかみたいな <laughs>。で、ゲームマシンは Windows だけど、開発マシンは最近は仕事以外はほぼ、えっ、ー、と、Linux というか、Fubuntu の方に移行しているので、まあ、あの、そっちの Zeo の方は、えーねえー、Windows が入れてあるんですけど、Windows と Visual Studio で開発してるんですけど、えっ、ー、と、まあ、全然違和感ない。あの、違和感っていうのは、その遅くて、たるくて、 使えんわみたいなのはもう,もうみじんもないですね。普通に使えます。というわけで、あのー、その中華 PC が一応にしょぼいのかというと、まあそうではないという感じですね。はい。じゃあですね、まあちょっと長くなったので、えっ、ー、とまあこれで、えっ、ー、と、えー、締めに入りたいと思います。